先取りかもしれないけど、早すぎはしないっしょ。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケが高騰に関わる配信をしております。ご興味のある方はチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いしますね。それでは本日の配信なんですけども、いつもね、ご視聴いただいている方々はご存知かと思います。最近コロムシは、ある一定より前の少し古めのカードを紹介してきていると思います。そろそろ在庫まずいですよ。市場から気づかないうちになくなっちゃってますよ。的なね、配信をしておりましたが、本当にそうなってきて、直近1週間で見てもですね、各ショップさんの在庫状況が大きく変わってきているんですね。もちろんなくなっているってことですからね、これ大変まずいです。コロムシもまだ手にしてないカードがたくさんあるのに、市場から消えていくこのスピードに対応できておりません。それくらい加速していっているのを毎日感じております。この状況おそらく続きますので、このままだと枯れますね。はい、間違いなく在庫が完全になくなりますと、次に現れるのは、そう、高騰した時なんですよ。価格がこうドーンと跳ね上がると、売る方も増加しますので、またあの姿を現すでしょうね。それまでもうお目にかかれない、そんなカードが増えつつあるのが現状でございます。さて、これを踏まえて予想していきますと、少し早い段階ではございますが、そろそろこのあたりのカードも気にした方がいい。エンジンかかったら影響出ちゃって、このあたりのカードもなくなってしまうのではと思われるカードたちを先に紹介しておきます。高騰という意味でも、市場から消えてしまうという意味でも、着目しといてほしいカードでございます。では最初はこちらにいたします。2019年9月6日、約4年半前に発売されましたオルタージェネシス収録の魔王&水蓮 SR でございます。最近の配信は今から6年以上前のカードを紹介してきておりましたので、それと比べると少し新しいカードとなりますね。ちなみにオルタージェネシスの未開封ボックスは現在 25,000円買取で取引されております。まあ、定価の約5倍ですかね。まあこんなもんでしょう。では、トレチャさんのグラフで現在を確認してみましょう。現在ですね、2万円でございます。これより古いサポートカードよりは安く、最近のカードよりは高い。まあ、想像通りの位置ではないかなと思います。半年間の最高額は 35,800円。まあ、しっかり下落はしているようですね。右のショップさんをご覧ください。カードラッシュさんの 27,800円をちょっと覗いてみましたが、これが備品価格のようでして、在庫数も33枚所持されておりました。まだすぐ在庫が枯れるということはないと思うのですが、正直油断はできないと思っております。さて、紹介理由なんですけども、こちらをちょっとご覧いただきましょう。まずは、水蓮 SR です。約6年半、2017年10月20日に発売されました、GX バトルブースト収録の水蓮でございます。トリジさん見てみますと、現在79,200円。カードラッシュさんのね、118,000円をちょっと覗いてみたら、これが備品価格のようで、在庫は15枚所持されておりました。半年間の最高額は158,000円でございます。長らく2万円前後をフラフラしておりました。が2年前のね大高騰時期にドーンと上がりまして、現在下落しているものの、まあこの価格でとどまっております。この虫はね、ずっと水蓮の動向を見てきておりましたが、まだ下落とは呼べない高い位置を推移してるなというのが正直な印象でございます。またね、つい最近収録されましたよね、水蓮のお世話。まだ出たばかりで、かなりお手頃な価格ですよね。 SR、SAR ともにこの新しい水蓮大変お安いので、変化はこちらがもしかしたら先かもしれません。もし水蓮のお世話が少しずつ高騰した時を予想しますと、まずバトルブーストの水蓮 SR が市場から姿を消すと思います。在庫がなくなるってことですね。カードラッシュさんで15枚ですから、まあこんなのあっという間でしょうね。もしそうなりますと、次の標的は魔王水が狙われるはずなんです。そしてね、このタッグチーム系のカードの恐ろしいところは、キャラクターが2体以上存在することなんですよね。ということは、影響はもう1体側からも考えられるわけです。こちらもご覧ください。はい、もう丸7年が経ちました。2017年3月17日発売、アローラの月光に収録されていた魔王 SR でございます。1ヶ月前くらいにもこの魔王を紹介しましたね。トリチャさんを確認しますと、現在6万円、6万円ん？そんなもんかなと
と思いましてね、カードラッシュさんのこの68,000円っていうのを覗いてみましたら、こちら A- の価格でした。おそらく備品はスイデン SR の118,000円より高額だと思われます。いやー、これちょっとやばいですよね。だって備品1枚もありませんよ。もう冒頭でもお伝えしましたが、このように備品がなくなってきてしまっているんですね。この1ヶ月で全体的に在庫数が本当に減りました。例えばですよ、なかなか売れないからショップさんの対策としてシングル販売からオリパに切り替えた、だから在庫がないとかだったらまだ安心なんですけども、この見えづらいところでなくなっていくのは怖いところですよね。まあそんな状況のマオですが、実はまあこれ以降マオ単体でのカードは出ておりません。7年間ご無沙汰なんですね。唯一こちらのマオ&スイレンで、スイレンと一緒に登場したのが最後なんですね。以上、過去と今のスイレン、そして7年前のマオ、この2点の動きを見てですね、マオ&スイレン SR がおすすめなんじゃないかなと考えており、また少し先取り感があるかもしれませんが、今のうちにコレクションターゲットになるのもそう遠くないと考えております。まあお決めになるのは皆さんです。在庫がなくなる前に、他の人たちから注目される前に動かれることをおすすめいたします。はい、次はこちら行きましょう。ソルガレオ&ルナーラ GX の SR でございます。こちらもね、大高騰時期標的となったカードですよね。あの時はとにかくリーリエが映ってたら何でも爆上がりした、まあそんな感じでしたよね。本当にもうすぐ丸5年ですから、まだ新しい方ですかね。2019年8月2日発売のドリームリーグに収録されておりました。ちなみに未開封ボックスは現在8万円買取で取引されております。定価の約16倍、やはりねドリームリーグは高額ですよね。では、トリチャさんのグラフを見てみましょうか。見てくださいよ、これこんなに下がりました。現在27,000円と、ありがたい価格まで下がってくれましたね。本当に半年間の最高額は67,000円でございます。グラフの形状で見ても急落感半端ないですよね。そしてまあ右のショップさん見てくれればわかると思いますが、在庫はしっかりありそうです。量が多すぎてちょっとここに乗りませんでしたけども、カードラッシュさん実は下の方にありまして、備品は 34,800 円でした。在庫は31枚あるようですね。はい、勘のいい方ならんってね思う方がいるかもしれません。こんなにどこのショップもしっかり在庫を持っているようなカードを、カードラッシュさんは31枚も所持しております。それだけ買い取ってるってことですよね。もちろんこれあのソルルナの話だけではないんですよ。売れないなら買わないのが商売の基本だと思いますが、なぜこんなに所持しているんでしょうね。ショップさんはコロムシをはじめ皆さんが考えている以上にいろいろな考察や想定をしているんだろうと思っております。この在庫数は何か意図があると勘ぐっているんですね。まあいっか、先進めましょうか。さて、現状どんどん安くなっているこのソルルナをおすすめしようと思った理由なんですが、こちらをご覧ください。はい、同じくドリームリーグ収録の HR でございます。トリチさん見てみますと 14,000円と、大変お手頃です。半年間の最高額も 21,000円なので、まあ当分は手の出しやすい推移が続いてくれそうな感じがあります。 SR の下がり方と HR の下がり方を見るとですね、グラフ形状が全く違うので、実はソルルナをおすすめしたい理由、それはこの HR も含まれております。ここ最近いわゆるハイパーアリアってやつですね、 HR の価格変化が目立っているよという配信が続いておりますよね。ついにね HR が変化してきたんですよ。そのタイミングだからこそ特にこれを強く押しておきます。このソルルナ、超がつくほどおすすめでございます。これなぜなのか、それはですね、このドリームリーグ収録の HR は他の HR とは全く違う特別なハイパーレアだからです。これご存知でしたでしょうか。これはですね、ぜひ知っておいてほしいですね。それが理由で頭一つ飛び抜ける可能性がありますので。この件以前も何度かドリームリーグは特別だぞみたいなね配信をしております。詳しくはそちらの動画もぜひご覧くださいませ。その内容でもお伝えしている一部となります。ではちょっとモデルとしてですね、他のパックの HR を見てみましょうか。わかりやすいようにドリームリーグの前後パックで選びました。まずドリームリーグ一つ前、リミックスバウト収録不思議花&スタージャの HR、 そしてドリームリーグの一つ後のオルタージェネシス収録アルセウス&ディアルガ&パルキアの HR でございます。これがいわゆる通常の七色 HR で、ここにですねソルルナを並べてみますと、はい、どうでしょう、お分かりでしょうか。
トレーナーが映っているっていうのもそうなんですね。それも確かにそうなんですけど、一番お伝えしておきたいのは、通常 HR には必ずキャラクターの縁に太枠があることなんですね。必ずあるはずです。なぜならベースが SR だからなんですね。 SR をベースにして HR で出来上がってます。それに比べこのソルルナには太枠が描かれていないのがわかりますでしょうか。これよく見てください。ないですよね。でもこのソルルナも SR がベースとなっております。じゃあなぜ違うんでしょうか。それはですね、ドリームリーグに収録されていた SRHR はそもそもスペシャルアート仕様だからなんですね。だから HR もスペシャルアート仕様になってしまうんです。厳密には SA とは歌われておりません。しかし通常 SR とスペシャルアートの大きな違いはこの太枠があるかないかで判断できるんです。そうなりますとドリームリーグの SRHR は全て SA 仕様なんですよね。正式なスペシャルアートっていうものはタッグボルトから始まりました。したがってそれより前のこのドリームリーグはスペシャルアートの試作、試し打ち、様子見だったのではないかなとコロムシは思っております。以上の観点からソルルナは SR も HR も大変おすすめで、なんならドリームリーグの SRHR は正直全部所持してもらいたい、損はないだろうと思ってしまうくらい特別なパック、特別なカードだと考えております。これが最大の理由です。何度も言いますが、いくらおすすめだって言っても、お決めになるのはもちろん皆さんです。それぞれで考えていただきながら、もしこれはいいぞとね、思っていただけるようでしたら、今のうちに狙ってみるのはいかがでしょうか。はい、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。こうして見ていくとですね、X などでポストされる各ショップさんの買取表、だけでは見えないことがたくさんあると改めてコロムシも感じております。ポケカの素晴らしいところはですね、その歴史にあります。発売から今日までたくさんの想定できない事柄を経験してきております。この高騰や下落もその一つです。歴史があるから振り返り、そして学べる。今で言うとエビデンスってやつですかね。経験があるから根拠を導き出せるんです。なかなか数字で表すのは難しいですが、ポケモンカードの歴史はポケモンカードの財産でもあると考えてます。せっかくそんなトレーディングカードなんですから、多くのことを見て調べて学んでいきたいものですよね。ですが、この配信は勝手な見解で構成されております。正解ではないことをご理解くださいませ。本日はここまで。また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。